マサダは、アメリカ合衆国のハードコアレスラー。本名、ブリガム・ドーン。テキサス州、米コ出身。日本の第日本プロレスや米国のコンバットゾーン、レスリングをはじめ、アパッチプロレス軍、フリーダムズ、WMF、ローなど、太平洋を股にかけて様々なプロレス団体の、マットに参戦。長身ながらも、 素早い動きとハイフライムーブを得意とし、共に三つ編みにした長い髪の毛と顎ひげを外観上の特徴としている。プロレスラーとしてのデビューを行ったのは2004年のことで、同年の9月から大日本プロレスに自費留学で参戦。もともと参戦の目的はプロレスを学ぶためだった。が、今は完全なる野蛮なハードコアキャラに、 荒々しいファイトを展開することがしょっちゅうになった。とはいえ、最近は実力もつき、成長がだんだん表に現れてきている。2008年1月6日に行われた、カツラスタジオ大会のメインイベントで、伊藤隆二の所持する BJW 認定デスマッチヘビー級王座のベルトに挑戦。ノーロープ融テ鉄線、火炎、レンガブロックなどを用いた、得意のデスマッチで挑むが敗北。 大日本の別ブランドである横浜プロレスでは大黒棒弁慶と日米ナチュラルパーズを結成。井上勝政、関本大輔のマッスルファクトリーズと熱戦を繰り広げている。ここまでの戦績は200041勝1敗。2005年のある工業ではエディ・ゲレロの必殺技であったスリーアミーコスに挑戦し個人を忍んだ。2009年には 次はミッドサウスのキング・オブ・ザ・デスマッチ大会に初参戦し、タンクとコーポーラル・ロビンソンを下して決勝に進出。ついには、ネクロブッチャーとサムタック・ジャックを下して優勝者の座を勝ち取った。この年には、コンバットゾーンレスリングを舞台に、ダニー・ハボックの保持下にあった、CZW ウルトラバイオレント・アンダーグラウンド、王座のダッシュに挑戦。 ガラスや有志鉄線を用いたテスマッチを戦うも失敗に終わった。コンバットゾーンレスリングのトーナメント・オブ・デスに初出場したのもこの年2009年のことであった。それはリワインドと題された番外の大会でまず1回戦目でブレインダメージを破り去り続いて準決勝の一戦でニック・ゲージを下しついには 決勝戦へと進出するも、サムタックジャックに下されたことで敗退という結果に終わった。この年にはさらに、ウエストサイド、エクストリームレスリングというプロレス団体への参戦と、共にドイツに赴き、そのサタデーレスリングというイベントを舞台に、馴染みのドレーク・ヤンガーとサムタックジャックを相手に一戦を交え、共に勝利を収めている。ありがとうございます。